ロイドご飯の時間がやってきました。イエイ。はい、今回は神奈川県横浜市横浜駅伺うのは吉村屋さんなんですが、今回はですねかっつりテーマがありまして、でも随分昔にやった家系ラーメン10倍うまく食べる方法というのが自分たちの動画あるんですが、もうねあの味変今でも味変はしますが、だいぶ昔と、する味変内容が変わってきまして、最近もっぱらこう生姜とかねお酢多かったんですが、ちょっと先日吉村さんに伺った時にもうほんと超あのベテランの店員さんの方からね、あれやっぱやってうまいわっていう言葉を聞いて、久々にやってみたいなと思ってですね、もう一回今回はその10倍うまくなる方法をやってみたいと思います。結構楽しみです。今日はちょっとがっつりニンニクいくんで、ステーションチャーシュー麺必須です。今日海苔もいってきます。
はい、というわけでいただいてきました、吉村屋さんのチャーシュー麺、そしてライスで、最初に言ったように今回はですね、こう家系ラーメンを10倍うまく食べる方法というね、随分前にやった動画をもう一回、再実証再検証してみたんですけど、すごいうまいですね。本当にここ最近自分味変大体生姜とかお酢とかを中心で、ニンニク自体の使用も頻度もかなり落ちてきていたんですが、久々のこのね味変はもうなんかこう目が覚めるような味変ですね。しかも今回のこのポイントはニンニクをスープに溶かずに、海苔またはこうチャーシューに、乗っけてスープと混ざらないようにしながらニンニクを麺に近づけていただくというやつなんですけど、もうこれ当然ですけどダイレクトにね来る分、もう本当にさっき言った目が覚めるっていうのがもうぴったりな表現の味変ですね。で、まあ自分もしばらくやっていなかったんですけど、やっぱりこうこの前ねおっしゃっていたように吉村屋さんで働かれる超ベテランの方でもこの味変やってうまいと思うんだなってことから、結構ねあ懐かしいなということで久々にやってみたんですけども、これはまあ毎回やれるほどこうね優しい感じの味変じゃないです。もう本当パンチ力絶大な感じなんですけど、たまにやるにはもうすごくいいかもしれないですね。うん、まあせめてこう何口も何口もはちょっと厳しいなという方でも一回この直漬けというのはやってもらえると本当にまた全然違う味わい方できると思います。うん、というわけで今日はこの味は自分味の濃さ普通チー多めにいったんですけどぴったりでしたね。特にこう吉村さんの醤油がたったスープとこの味変はやばいです。もうやばいしか言えないぐらいこう感想がね、細かい感想でもとにかくこうガツンとくるとはまさにこのことっていう感じなので、ぜひ試してみてください。そしてまあこれは言うまでもありませんが、この後のご都合によってもねちょっと量は加減しながら、これ結構強烈ですので、その後の用事を考えてからぜひねガツンと試してみてください。はい、というわけでした。久々のこうパンチ力が大変大満足でした。ここまでご視聴ありがとうございました。ではまた、バイバイ。